日本語話しますか？いや、話します。結構ボカロとか聞いてます。あ、ボカロか、懐かしい懐かしいおじさんっておいくつですか？Hello. Wait, why Hello. Are you Japanese? Hi. Hey, yeah, I am. Nice, dude. 日本語話せますか？いや、話せます。え、ペラペラ。いや、そちらこそ。日本人ですか？あと、ハーフ。ハーフ。嬉しい、なんか。バイバーさんは、バイバーさんは日本から遊んでるんですか？あ、いやいや。アメリカ、ニューヨーク。あー、なるほど。え、も、日本人ネイティブっぽいんですけど。あ、一応生まれ育ちがアメリカなんで。あー、なるほど。え、じゃあ、両親が日本語で。へぇ。週1回日本語学校に通って。もう自分も週1回行ってました。めちゃくちゃ偉かったけど。そうそうそう。さんが追加する漢字がすごいダメで、僕も小学校3年ぐらいまでしか言わないかな。あ、自分も3、たまにちょっとだけ5年小5ぐらいの漢字も読める時もある。漢字は全部漫画からあ、それをそれな、わかる。それだけど親としか日本語喋んないから、たまにおかしい日本語使うんですよ。なんか。え、自分もめっちゃそう。あと最近日本のなんか音楽とかにハマってて。え、何にハマってるんですか？それからも結構ボカロとか聞いてます。あ、ボカロか。懐かしい。懐かしい。最近の音楽は夜遊びくらいしか知らないかも。夜遊び、アドさんは。アドさんって言った。新世界しか知らないかな。あと、うっせぇわ。うっせぇわしか知らないの。悲しい。アドさんのもう大ファン、自分は。ち。え、バイパーさんはボカロ聞いたことありますか？あれ、何だったっけ、曲、いくつか知ってる、有名なやつ知ってる。有名なやつ。千本桜とか。あ、千本桜。いや、名優。あと、何だっけ、あと、あれ、クイーンとかボカロでしたよね。クイーン、あクイーン。ナリア？ナリアさんも。あ、うついやつ。おじさんっておいくつですか？32。うわ、おじさん、やっぱおじさん32のおじさんか。うわ、うち、あ、半分、その半分。うわ、半分よりちょっと違う、15。うわ、それあれ、15からしたらおじさんだね。おじさんですよ、この